7月13日木曜日9時からスタートするハヤブサ消防団。来週ついに始まりますね。原作は半沢直樹、下町ロケットなど、数々のヒット作を世に送り出してきた池井戸潤さんです。今回のハヤブサ消防団は、ただのミステリーではなく、戦慄のホラーミステリーとなっております。主人公の三馬太郎を演じるのは、 カメレオン俳優でおなじみの中村智也さんです。ヒロインの立木彩を演じるのは川口春奈さんです。そして脇を固めるのは名バイプレイヤーたちばかりですね。正直、全員怪しいです。今期はこの早ヤブ消防団を考察していきたいと思います。ただ、早ヤブ消防団はすでに発売されていて、ストーリーを分かっている方もたくさんいらっしゃるんですよね。 ツイッターやヤフーの記事はできるだけ読まないようにしたいと思います。それでは、はやぶさ消防団を考察するために、第1話のあらすじを読み上げます。三馬太郎は崖っぷちのミステリー作家。5年前に明智小五郎賞を受賞し、勤めていた会社を辞めて作家業に専念したのは良かったが、その後は新作を出すために初版の部数を削られ、ネットの評価も散々。担当編集者、 中山田博史に励まされながらも筆の進まない日々が続いていた。ある日太郎は山間の集落、早草地区を訪れる。亡き父から相続し、放置したままになっていた一軒家の様子を確認するためだったが、太郎は早草の豊かな自然に心をつかまれ、この地に移住することを決意する。 新生活を始めて間もなく、太郎は近所に住む同世代の青年、藤本勘介に誘われ、地域の飲み会に参加。そこで知り合った山原健作、宮原育夫、森野洋介、徳田翔吾ら、はやぶさ地区の男たちに消防団への入団を勧められる。運動部に入ったこともなく、ひりな太郎は自分には全く似合わないからと、一旦は入団を断る。 ところが直後、地区の住人、並川静雄の自宅で火災が発生。消防団の必死の沈下活動を目の当たりにした太郎は、自分も新たな居場所である、はやぶさを守りたいという思いにかられ、消防団への参加を決意する。だが、実ははやぶさ地区では、今年に入って不審火が続いており、今回の火災で3件目。団員たちは連続放火事件を疑っているという。 まさか、こののどかなハヤブサのどこかに放火犯がいるのかぞっとする太郎だが、その矢先、住民、山原広樹が行方不明になるという事態が起きて。そんな中、太郎は父の墓参りの際に墓地で見かけた女性、立木彩とハヤブサ地区唯一の居酒屋で再会。ミステリアスな彼女のことが気にかかるが。 そして少しずつ早草に馴染んできた太郎のことを太陽光発電企業ルミナスソーラーの営業担当、真鍋昭光が鋭い眼差しで見つめていてというのが第1話のあらすじです。とりあえず全員怪しいです。正直、現時点でストーリーから犯人は考察何もできないですね。あるとすれば古川雄太さん演じる真鍋昭光が ソーラーパネルを普及するために家事にして家をなくすとかそういう動機はあると思います。でもこれはミスリードですね。まだ序盤で明かされないミッシングリンクが絶対あるはずなんですよ。だからこんなわかりやすい動機であるはずがないんです。目立てきな視点でいくと、三島慎之介さんが演じる藤本勘介が怪しいですよね。藤本勘介のプロフィールは、早ヤブ消防団団員、公務店勤務、 年齢が近いこともあって、すぐ太郎と親しくなり、消防団に誘い入れる。明るい性格で、とにかく陽気で楽観的。空気がまるで読めず、先輩たちから怒られることも。生まれも育ちもハヤブサ地区で、今までほとんどハヤブサの外に出たことがない。そのハヤブサ愛から連続放火犯を捕まえるため、奮闘する。この後ろ暗さのない明るいプロフィール、逆に怪しいですよね。あと怪しいとすれば、 立木彩ですかね。主人公のミステリー作家、三間太郎より少し前に東京からハヤブサ地区に移住してきた映像ディレクター。田舎町ではひときわ目を引く専念された美貌の持ち主。現在は映像系の専門学校の講師を務める傍ら、ハヤブサ地区を PR する町おこしドラマ企画を立ち上げ活動している。その脚本執筆を依頼したことから太郎と急接近するが、 実は彼女には誰にも言えない過去を秘めており。これが立木ヤのプロフィールです。誰にも言えない過去というのが、早やぶさ地区に移住してきた理由とつながってるんじゃないですかね。おそらくこのドラマのヒロイン的なポジションではあると思うんですが、ヒロインが犯人ということも往々にしてありますよね。あとは他の消防団の面々ですよね。本当に名バイプレイヤーたちだけなので、 これ誰が犯人でもおかしくないですね。まだまだ謎多きハヤブサ消防団、来週が楽しみですね。私の動画が面白いと思っていただけたら高評価よろしくお願いします。来週から放送日の翌日には考察動画あげますので気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。Twitter などもやってますのでそちらをフォローよろしくお願いします。この動画は Ngomic がお送りいたしました。最後まで見ていただきありがとうございます。 今日も、お疲れ様でした。おやすみなさい。